今日は JR 東京駅に来てます。夕方16時50分ぐらいです。これから北海道札幌方面に向かいたいと思います。昔だったらねブルートレインがあったんでその夜行列車で行ったんですけれども、もうありませんので今回は船で行きます。関東から北海道方面に行く航路としては商船三井フェリーがありまして、利用しやすい時間帯ですと19時45分発茨城県の水戸の近く大洗港を出発して、翌日札幌の近くにあります苫小牧に13時30分に到着する便というのがあります。今回はこれをご紹介します。最初の港大洗までは JR の特急列車で移動します。特急日立号いわき行きです。本当はねもっと安い行き方バスで行く方法もあるんですけれども、ちょっと今回は時間の関係でバスのあれには間に合わなかったので特急です。新幹線と見まごうほどの速さで水戸までは1時間とちょっとの距離です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急日立21号いわき行きです。途中水戸、今ねものすごい速さで足立区綾瀬を通過しているところなんですけども、この特急日立号はすごいよ速さ、時速130キロ、 JR の在来線新幹線じゃないやつではこれが一番速いですね。でですね、さっき貨物列車とすれ違ったと思うんですけれども、あれ第3075列車札幌貨物ターミナル行きというやつなんですが、ちょっとねこの動画の後半であれを覚えておいていただけると面白いと思うんで、ぜひさっきの列車のことを覚えておいてください。まもなく水戸に到着いたします。大洗としません、大洗行き、階段ご利用いただきまして8番線から18時24分の連絡です。水戸です。水戸に着きました。あんまり時間ありません。すぐに乗り換えないと。これが水戸駅前のバスターミナルです。どこに行けばいいやら全然わかりませんが、まあもちろんね、それは分かっておりまして、この3番乗り場から出るバスに乗ることになっています。これね、18時10分発のフェリーターミナルの方面に行くバスに乗らないと船には乗れないようなんですよ。ところがね、もう今18時14分、乗り遅れたのかって思うでしょ。大丈夫です。今バスが来てくれました。50番大洗中港駅行きフェリーターミナル経由と書いてあります。これはですね、僕も来た時なんか来ない、ビビったどうしたと思ったんですけど、こういう運行状況サイトを見たらですね7分遅れで来るということが出ていたので、まあ、すぐ今から3番乗り場へ行けば無事乗れるでしょう。よかった。フェリーターミナル経由中港駅行きでございます。次は難航車。バスが港に着く直前で急カーブを進んでるんですけど、これってあれですよね、なんかアニメオタクの人がすごい大喜びするところですよね。確かあのなんか女子高校生が戦車に乗ってなんかあの走り回るみたいなアニメがあるらしいんですけど、多分それのアニメの出てきた場所なんだろうな。僕がね見てあこの景色はと思ったぐらいですから相当有名なはずですよ。あ着きますわ。でやってきました。ここがフェリーターミナルですね。これはまあ単なる駐車場でございまして、こっちにターミナルの建物があります。大洗北海道フェリー書いてあります。なんか7時までに来ないと乗れなくなるかもみたいな話だったんですけど、バスが遅れたもんで心配してですね窓口の人が電話かけてきてくれました。でも大丈夫です、乗船手続きしましょう。これが徒歩の人の乗船のタラップです。目の前に見ているこれが本日の宿になりますが、サンフラワーフラノ、本数は輝く14,000トン、全長は 199.7m だったかな。これがですね乗船券でございます。まあ、多分部屋の鍵を兼ねているんでしょう。商船三井フェリーのブランド名はサンフラワー、ひらがなでサンフラワーですが、実際にひまわりみたいな大きな絵が横に書いてあります。乗ったらすぐにエレベーターに通されました。エレベーターを進んだらここが客室、映り込みに注意しなきゃいけないぐらいには船内に人がたくさんいます。そして今外へ出てきたんですが、ちょうど来ましたよ。煙を吐いて北海道苫小牧からのサンフラワー大雪の到着です。この商船三井フェリーは2便ありまして、19時45分発の本線と同じ時刻で出ていく夕方便とですね、それからもう一つ向こうの深夜1時25分発の深夜便というのがあります。そして多分その45分とかですね1時間ぐらい前になると乗船締め切りになるようです。今
ロープをくくりつけて接岸の作業を行っています。あのロープがこれからピーンと張られてですね、がっちり岸壁に固定されるわけです。こういったフェリーというのは何のために運航しているのかというと、実はのお客さんに乗ってもらうためではなくてですね、まあ、根本的には貨物を運ぶためのものです。今ここでたくさんトラクターヘッドが走っていますが、この車たちも到着したサンフラワー大雪の中に入っている北海道から積み込まれてきたおそらく農産品などの大量の貨物を今あそこから降ろされて外と連絡される車両交換の中に取りに行く準備をしているんでしょう。たくさんのトラクターヘッドが集まっています。あれも今あれなんですね、これで巻き取って、結構時間がかかるんですね、こんなに大きな船だから。このように何本もの船で陸上と船を係留していくということになるわけです。大雪の方はもうブリッジの明かりをつけていますね。接岸完了。一方でこれから出発していくサンフラワーフラノはこのように操舵室の明かりを暗くしています。明るくしていては安全確認に必要な作業をすることができないから暗くしているわけですが、あちらはもう終わったので明るくて問題ないわけです。お、無線が入ってロープが緩められていきます。一旦緩めるんですね。緩めた後で岸壁のロープを外したらばもう一度巻き上げます。船尾側の固定は解かれました。出港まであと10分です。船首側でももう同じようなことをやっています。そして少しずつ岸壁から離れていきました。出港の時間になったようです。大洗の町に19時45分の時報になっているでしょうね。船の汽笛が響きます。多分夜遅い時間は鳴らさないと思います。ところで皆さん船の進み方はご存知でしょうか。今ね、出航するときならではの動かし方をしています。横向きに水を噴射するスラスターというのをいつも紹介してますけれども、あの船は基本的に、ね、人間のこうバタ足と同じような仕組みでこう進んでいくんですね、スクリューを使って。ところがあの人間のバタ足と同じように考えると、この離岸をするときというのはあのバタ足ではなくてですね、こう垂直方向の移動をしなければいけません。それは結構難しいので、そこで離岸するとき専用の動力というのを持っています。これによってですね、横向きに水を噴射しながら進むことによってタグボートなどを使わなくても離れることができるようになっています。そして本船の大きな特徴なんですが、この船はハイブリッド方式となっていまして、日本のフェリーでは今のところこれが唯一だそうです。この補助動力、離岸をするときに使うスラスターというものは電気でもってそのエネルギーを賄っているんですけれども、つまり今モーターを使っているんですけれども、海の上を普通に走っているときにはこれはスクリューをエンジンで回すということをしています。でまた今ももちろん後ろのメインのスクリューも回している最中なんですが、それらのすべてをですね今は電気で動かしている状態です。じゃあここの煙突からもくもく煙が出ているのは何なのかということなんですけど、これはこのエンジンを使って今推進用の動力を作っているのではなく、エンジンを使って、離岸に必要な電力を作っています。その作った電気によって速やかに効率的に岸壁から離れることができます。手を振ってみようってくれてますが、あれは僕に振ってるのかな。普通にみんなに対して振ってる、みんなに対して振ってるみたいですね。ところで出港までだいぶ早かったですね。19時38分にはもう出てしまいました。そういうもんなんだな、総発っていうのもあるんですか。あちら側も船尾側のあれもタラップも下ろしましたね。大量に車が入っています。このような大型フェリーはどういった商売になっているのかというと、まあ、競合相手を考えると分かると思いますが、競合相手は例えばですね JR 貨物とかがそうです。日本の物流はトラックなくしては行うことができませんが、一方でトラックドライバーのなり手が少なく人員が不足していまして、トラックだけでやることも今かなり難しい状況です。そこで例えば、東京から北海道まで何か貨物を送るとか、そういう逆の場合ですね、東京から出発してずっとトラックで全部の距離を走っていくというのは、まあ、間海がありますからできないんですけども、とはいえ大変です。
そこでじゃあ間、例えば近くの貨物ターミナルまでトラックで運んで、そこから青函トンネルを通り抜けて北海道の目的の町へ、もしくは近くの大洗港まで運んで、そしてそこからフェリーで持って苫小牧の港へ、そこからまた現地はトラックで運ぶというような仕組みになっています。これを行うことによってトラックの人員を削減することができ、また運送会社としてもコストの削減につながります。私たちは今その貨物船に乗せてもらっているような感じです。人間はあくまでついでなんですね。もしこれらの大量の貨物需要がなくなったら、この航路もたちまち廃止になってしまうでしょう。この商船三井系列のフェリー航路は今は大洗発苫小牧行きしかないんですけれども、実はですね、昔これ以外に東京発苫小牧行きというのもありました。でこれ東京発だとどうなるかというと、このでかい房総半島をですね、全部迂回して、さらに銚子の犬吠埼のところも大きく避けて、まあ、それでようやく行くみたいな感じになるんですね。でそれはね、もうとても不便だし時間がもったいない。もうそんなんだったら房総半島のところを短絡するために、もう海の便利のいいところまではトラックで行きますよということで、この大洗の港から出るということになっています。大洗という場所はね、こうやって見てもらうと東京から一番近い邪魔者が何もないようなところということになるんですよ。他のところだったらば犬吠埼を避けなきゃいけないとかいうふうなことがある中で、大洗は周りに何もない、東京からの距離もほどほど、そしてこれから高速で航海を行い、もう明日の13時30分には目的地苫小牧に到着してしまいます。結構早いです。ただいまは時速10ノット、あまり速くありません。しかしだんだん今加速してきています。本線の最高時速は営業で24ノットというふうになっていまして、これはですね、かける1.8すると時速になるんですけれども、 43.2 キロ、結構速い速度ですよ。これは出発地を苫小牧に厳選し、最高時速も高めることによって貨物列車などとの競合も実現しているわけです。というか、ちなみに船の方がですね、需要の方が大きくて、基本的に内航貨物で東京対北海道は、ほとんどが、船をこのように使うという長距離航路を利用するものになっているそうです。なお本線の全長は 199.7m、 だいたいそれぐらいになっておりまして、200m はギリギリいかないぐらいのすごい長いというのがですね、ミソなんですね。基本的に長い船は速くなるんですけれども、しかし一方で 200m を少しでも超えると巨大船という風になって速度制限とかが生じる場合もあるので、まあ、場所によっては 199.9 ぐらいまでに収めておいた方が得するということで、本船もそれで乗っ取っています。 199.何m という長さの船多いですよ。ちなみにこの船ですが、左手が海なわけですけれども、右手にも客室があります。この右手は窓なしの部屋ですね。窓なしの部屋でも、まあ、結構快適な設備ではあるんですけれども、今回はある方のタイプを選択しました。よし、いやすごいよ、テカテカ。おお、なんか触り心地もめちゃくちゃいい。あ、すごい、これクッションなんかすごい柔らかいですね。これ面白いですね。あ、冷蔵庫もなんか最新型みたいな冷蔵庫です。最新型かどうかわかんないけど、まあ、まさか中古ってことはないでしょ。中国で作った冷蔵庫かなと思ったんですが、まあ、どこで製造したのか知らないですけど、日本製だ。あ、日本製って書いてる。三菱電機エンジニアリング。へえ、そういうところが作ってるんですね。この冷蔵庫のブランドは知らなかったけど、結構いい冷蔵庫なんだな。もう大切に扱わなきゃいけないって。大変申し訳ございません。え、これめちゃくちゃ良くないですか？いや、すごいなんか広いとかではないんですけど、でも、まあ、広すぎてもしょうがないしね。こんなにいいの？窓ももちろんあります。ということで、調度品も全部新品です。象印ですよ、高級なポット。冷房はダイキンだ。そして間違えた、これがトイレですね。ちょっとごめんなさい、僕の邪魔なんでこれちょっと入れちゃったんですけど、このように僕が乗っているスーペリアはですね、全部トイレとシャワーがついています。すごいね。こういうですね、なんか水回りとかの工事ってのは結構大変なんですよね。すぐこう傷んでしまうから。だからこういうのを導入するのって結構覚悟がいると思うんですけど、この夕方便の商船三井フェリーすごいですよ。こんなにもう設備が整っちゃって、レストランもあるわけなんですが、レストランはね、これですね、バイキング。結構美味しいらしいです。なんかこの ライチとかこうありますもんね。
夕食が2000円で、朝食営業もやってまして、朝食が1200円なんですが、これセットで、買うと、2食で2600円ということになっています。であとはね、お風呂ね、こんなこういう風な大浴場もまたあります。ハンガーね、服をかけるようなやつがあるんですけど、これ気が利いてますね。これ分かる、見ても分かんないと思うんですけど、触るとこれがこうなんか樹脂みたいになっていて、すごい抵抗があるんですよ。でこういう風にこうやって動かしてもこう分かる、滑らないんですよね。これは船がこう揺れた時とかに、あ、こういう風な構造になってないとこれ揺れてうるさいんですけれども、あのそう簡単なことがね、ずれないようになってる。サービスレベルがこれ高いわけですよね。じゃあもう一回出ましょう。早速ね、こういう風なですね、あのオートロック式になっております。これ言ったら悪いけど、なんかこの殺風景の、ね、中のこの中の凄さに比べると廊下は殺風景ですけど、この殺風景な感じからは想像できない豪華さですよね。これよりまだまだ上がありますよ。この向こうが共有スペースね。お財布を持ってきました。フェリーの旅では現金が重要です。そして向かいますのはレストラン。まもなく営業終了になります。まあ普通に考えればセットだよね。お金を入れてください。それは金入れなきゃ出ないよな。もしかしたらお金入れなくても出てこないかなと思ったんですけど、全然そんなことはなかったです。56人今日は買い物したのかな。びっくりするぐらい豪華だな。思ってたよりすごかった。なんかすごいよね。エビフライなんかもう何本もあったから7本ぐらい取ってやろうかと思ったんですけど、何らかの法律に触れるんじゃないかなと思って、もう3本にやめてきました。レストランはだいたい8時半に閉店です。しかしすごい静かだな。こんなに時速45キロで航行しているとは思えませんよ。ちなみに本線にはもう一つですね、食堂がありまして、こちらはドライバー食堂というんですが、多分法人契約とかされている方が使ってるんじゃないかな。普通の人は使うことができない専用のスペースになっています。ドライバーさんたちの笑い声が聞こえてきますね。共用トイレもすごいよね。なんかデパートの一角かなみたいな、結構広いんですけど、ただ貨物を運ぶだけじゃなくて、どうせ走ってるならみんなに楽しい旅をというのはこの船の趣旨でしょう。こんな場所もありましたが、ゲームコーナー。こういうの長距離航路にたまについていることありますけど、前に八戸と苫小牧の間を通ってるシルバーフェリー川崎近海汽船ですもんね。あのこういうのあって乗ったこと、あのやったこともあるんですけど、どのぐらい需要あるんですかね、こういうの。もう気になるところではあるが、あんまりなんか欲しいものはないんだよね。なんかあります？皆さんこの中でなんかただでこれ好きなの持ってっていいですよって言われても微妙だよな。ワイヤレスイヤホンでも挑戦してみるか。とりあえずね、100円だ。これで多分 UFO キャッチャーみたいにこう座標をうまく合わせればいいんだと思うんですけど、なんとかなるんじゃないかな。とりあえずまずは挑戦。大人なんだから100円ぐらいはもったいないと思わないこと。よし、お、早い早い。この高さだとこのイヤホン行こうかなと思ったんですけど、意外と早いんだな。これメモタブレットとかになるのかな。いけ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 、あっ、あ、難しいな。一回分かったところでもう一発狙うはですね、じゃあ鬼滅の刃シールでいきましょう。いけるか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 、おっ、おー、あー、いや、まだいけるんじゃないの。ちょっとでいいんだ。下から見た方がいいかな。あ、あ、もうやめよう。 UFO キャッチャーならいけるかもしれないな。これって左右、これより左いかないの。じゃあこのシールのやつとか永遠に取れないってことなんですかね。まあそうなのか。よし、いいんじゃないの、いいんじゃないのかな。横から見ながらやるべきだったかな。あ、ダメか。
早くしろよ。ああ、もう一回やればいけそうだな。絶対取ってやる。よし。今度はいいんじゃないか。ちょっと横から慎重に慎重に行こう。そんなに行かなくていいな。よし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 。これは行ったでしょ。いけると思うんだよね。あもう絶対取れないやつだわ。そう。つい大して元から欲しくなかったもののために一生懸命になってしまうな。400円も使ってしまいました。風に当たって頭を冷やせるのが船旅のいいところです。左舷側はずっと明かりが続いています。あれがずっと茨城県とかですね、もうちょっと行くと福島県とか、どの辺りまで来ましたかね。もう日立市は過ぎましたね。あ、じゃああそこのあの真ん中飛び切り明るくなってるこの画面の真ん中ぐらいが日立製作所とかのあるところだったんだ。出港して1時間と少々で、まあ、これぐらい来たということになります。まだまだ遠いようですが、寝てる間に意外と進んでしまいます。ただいまの速度は今全速前進の途中ですね。あれなんかね、なんか戻れなくなっちゃったんですけど、なんでなんてか、まあ書いたんだけど、航空のため外部デッキへの立ち入れはご遠慮くださいって書いてあるんだけど、あれ僕が出てる間に封鎖されちゃったのかな。まあ、幸いにも、ね、ほとんどの区間で電波状況がいいので本当に締め出されてしまうということはないと思います。あ、ここは空いてるか。あ、空いてる、よかった。不可抗力で上級船室の方に入ってきてしまいましたね。これ多分もっと上の階層でしょう。内装が全然違いますもん。これがね、一番上の7後半なんですけれども、客室これしかないですね。で、この 7A21 ってある、これがですね、多分スイート、一番上の客室になります。で、これらも結構いい部屋です。今日はね、スイートは空いてました。一人で乗る場合4万とかだったかな。またこの案内を見ると分かりますが、お客さんが乗っているのは765の3階でありまして、4321は基本全部車両交換なんですよね。大量にですね、もう何階建てにもなっていて、もう高層ビルみたいな感じで中に大型のトレーラーを積み込むことができます。近くにはこんなのも書いてありました。安全運行阻害行為は海上運送で禁止されています。これやばいと思うんだけどな。こんなこと書いとかないとやるやつがいるのかなと思うんですけど、まあ、世の中いるんですよね、そういうとんでもない人もね。書いとくに越したことはないですよ。あ、まあこれぐらいならな。まあ飲酒を強要するとかこういうのも船の法律で、海の法律で禁止されてるんですね。それ以外の法律でも禁止されてると思うんだけどね。それじゃあね、部屋に戻ってきました。さっきパンフレットをたくさんもらってきましたんで、これでどんな部屋があるのかをね、皆さんに見ていただこうと思います。これがさっきもらってきたパンフレットです。今ね、夕方便に乗ってるんですけど、深夜便の方の案内もあります。で、深夜便と夕方便ってのはなんか結構似て非なるものみたいな感じなんですね。もちろん両方乗れるんですけど、で、あとはこの全般的なのもありまして、まずね、花の夕方便です。夕方便のさっき紹介したの一番大きな部屋ってのは多分これでしょう。スイートね、相当すごいですよね。このなんかやつもあるらしい。ただちょっとまあ冬は寒いんじゃないかなと思って、まあ、やめたんですけれども。で、その他このプレミアムっていうのが結構たくさんあるみたいで、このプレミアムも何人も乗ってる人いましたね。スイートは今日はカラレー走ってるみたいですけどね。で、他にですね、乗っているのとして、今私が乗っているのがこのスーペリアになります。スーペリアの洋室と和室で、スーペリアのインサイド、内側ですね。というですね、3種類ありまして、私はこの海側の和室です。で、結構ですね、新しい需要も拾いたいということは、これペットルームに力を入れているのが商船三井フェリーの特徴のようです。ペットの遊び場とかもあるんですよ。すごいですよ。それから、これはですね、下から2番目になるのかな？コンフォート。こんな感じ。海外向けの YouTube で出したらね、再生数すごい増えそうなカプセルホテルみたいな感じになってます。そして最後がですね、これです。ツーリスト。これ一番下なんですけれども、これツーリストとコンフォートの差が2,000〜3,000円とかだったかな。これはまあよく見る感じの船の二等席ですけれども、まあそれでも、こういう風に、ちゃんとベッドってかこう、しっかりしたね、こう敷布団みたいなのがこういうのがついていて、で、毛布もあり、さらにコンセントも全部ついているということだから、まあ、結構ね、等級としてはいいと思いますよ。
ただやっぱり個室需要が大きいので新型線では個室を充実させているらしいです。従来よりもだいぶ増やしたと言ってましたね。でこういう風にね、こんな風な楽しみ方ありますよみたいなのもこう教えてくれるんですよ。でこの19時45分に出航したんですけど、実は乗船は16時からできるんですよ。出航の3時間45分も前からね、この船に入ることは実はできたんですよ。そのトレーラーとかをこの船の中に積み込む作業を早々からやってるので、あの船が結構岸壁に長く止められているから乗船開始もかなり早くできるんですよね。で、10時までがですね、サウナもあんの？それはすごいね。サウナ付き展望浴場、まあまだ行ってないんですけど、まあ後で入ってこようかな。と、それからまあ朝日、まあこれは見た方がいいでしょうね。で、朝ごはんを食べて、今はコロナでやってないと思うんですが、こういうなんかね、演奏のイベントとかも昔観光客がすごい多かった時とかね、なんかやってたらしいんですよね。とか、あとは、あの売店が、あのまだ行ってないんですけど、異常に充実してるらしいです。細かい時刻表についても書いてあります。明るくなるのはまあ岩手県の沖合ぐらいかな。そっからまださらにね、結構航行が長く続きます。なんかあるな。船旅の魅力って何ですか？乗ればわかると思うんですけども、移動中の時間ゆったり過ごせることではないでしょうか。これがね、ゆったりって言うんですけど、うわ長旅だーみたいな思ってこの長距離フェリーに乗ってくるとね、意外とすぐ終わってしまって、あれもう終わっちゃったなみたいになるのが大体のパターンなんで、そう思って乗った方がいいと思います。夕方便の案内がですね、3ページにわたってかなりこう充実しているのに対して、ほら、パウダールームもあります、キッズランド、ベビールームもこんなもあります、ありますよと言ってるのに対して、こちらのですね、深夜便については、1ページのみでの簡単な紹介。そしてですね、部屋の種類もこのデラックスルームというのと、このカジュアルルームがあるんですが、見てもらうとわかる通り、このデラックスルームがですね、2部屋しかありません。で、しかも、2種類しかこの等級がないのです。どちらもね、大洗1時45分発、苫小牧1時30分発とか、まあ、観光に使えるような時間ではないんですよね、あまりね。で、着いても、その向こうでまたもうすぐ1日が終わっちゃってるわけじゃないですか。この深夜便の方がですね、トラックドライバーとか、まあ、それから貨物輸送に特化しておりまして、見てわかる通り、これ A デッキ、B デッキのこの2つしかね、もう人がいるようなスペースもありません。それに対して、この、夕方便の方は3階、3フロア分人のスペースがあります。そしてですね、この深夜便は軽食を飲み物の自動販売機を完備したカジュアルフェリーです。要するに自動販売機しかないということなんですよ。深夜便にはレストランはございません。さっきのね、食べ放題みたいなのは夕方便だけなのです。そして旅客定員を見ていただくとわかるんですが、これさっきね、ちょうど入れ違いで到着した北海道からのサンフラワー大雪ですけれど、旅客定員がたった154名です。それに対して、乗船中のサンフラワーフラノはですね、旅客定員がなんと590名ということで、もう全然比べ物にならないようになっています。もう本当に貨物に特化しているのが深夜便なんですね。だからまあ鉄道が好きな方に言えばですね、乗船中の夕方便がまあ北斗星1号みたいなね、あの赤いグラン車両がかっこいいみたいな感じで、で、まあ深夜便はまあ 5% みたいな感じですかね。もう本当になんかモノクラス、設備も幅がない。ただとにかく効率的に運んでいくと。あ、売店が閉まっちゃうのは痛いね。フロア明日でもいいけど、売店行きたいな。こちら共有スペース横の売店なんですが、確かにかなり大きいです。大きさこれでわかるかな。すごいありますよ。でそこではね、セイコーマートのアイスクリームですね。これ美味しいんですよね。すごい美味しいんですよ。300円で買いました。あとはおなじみの観光地にある記念メダル、もうこれ集めてるんですよ。かさばらなくていいです。テレビでも見ながら食べるか。なんかまだあるな。なんだこれ、スーパー銭湯みたいだな。あ、マッサージ機だ。これ1回200円なんですね。あ、どうしようかな。快適だから今別にそんなマッサージされるほど疲れてないんで、こっちに座ってきましょう。あ、これアイスの自販機もありましたわ。まあ、これも美味しいんだけどね、正直あのこのぐらいで十分なんですよね。こっちにしとけよかったな。結局部屋戻ってきて食べてるんですけど、あのこの船なんかそれしても全然揺れないんですよ。あまりにも揺れないからおかしいなと思って、案内所の人にね、すいません、今日の波の高さ何メートルですかって言って、これなんか僕2って調べてきたと思うんですけど、なんか2にしては全然揺れないですよねって言ったら、あ、もうなんかもう2ぐらいだったらもう全然揺れないですよ。なんかね、この船全然揺れないんですよみたいな感じで案内の人に教えてもらって、あ、そうなんですか、すごいですねって言ってそれ戻ってきたんですけど、そんなもん、なんかもうね、
2メートルの波の中を時速45キロぐらいで24ノットでバーッとこう行ってるような感じじゃないですよね。なんか港に着いてるような感じなんですよ。揺れもほとんど、振動も感じないし、とんでもなく快適だね、ほんと。さて、それではですね、寝る支度、布団を敷いたりしようと思いますが、これ結構重いのかな。まあ重くはないけどって感じかな。ちょっとでもずっしりきますね。船のものって大体ね、固定されてるんですよ。揺れるとこうズワーッとかこう行っちゃったら大変だから、多分それ対策でなってるんだと思います。で、こんな感じですか。ちょっと綺麗じゃないけどな。別に自分で寝るためのもんなんで、そんな綺麗にする必要もないでしょ。なんで綺麗にできないんだろうな。ポットもありますんで、せっかくだからね、お茶を入れようと思うんですけど、これはね、この間鹿児島に仕事で行った時に、奄美大島でいただいた鹿児島のとても有名な、日本で一番売れてるんじゃなかったかな、ミネラルウォーターです。せっかくあったんで、別に水道水でもいいと思うんですが、これでお茶入れましょうね。ちょっと残しとこう。お茶はこういうやつなんですけどね。この顆粒タイプ。溶かす系の。お茶っ葉だと洗うの大変だもんね。この30個ぐらいこういう部屋があるらしいんですけど、こういう個室タイプなの。もっとあるか。それ全員がお茶っ葉でお茶入れたら、急須の掃除が考えただけでもちょっと、うお、酸っぱい。粉がめちゃくちゃ酸っぱかった。この粉をね、溶かすやつがないっぽいんですよね。その、あれが。マドラーみたいなやつが。で、いろいろ考えたんですけど、ここに歯ブラシがあるので、この結構環境に配慮してる歯ブラシなんですが、これで別にいいだろう。まあ、いい感じに溶けたでしょ。アメニティセットの中身はですね、こんな感じでした。結構上等なやつだと思います。三種の神器、シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、あとはボディタラの、これゴシゴシするやつですね。と、これは多分除菌シートだと思うんですが、これがいいですよね。これなんか船内で確か200円かな、普通のクラスの方だとお金払って買うことになるらしいんですけれども、まあ、私たちですね、このスーペリアだと少なくともこれ無料でついてくるということになってます。普通のタオルもあるんでね、お風呂には全然困りません。ちなみに今23時くらいになってますが、まあ、テレビも全然平気で映りますね。現在地はどこになるかな、多分ね、そうそう出ると思うんですけど、この辺ですね。まあ、進んだのか進んでないのかちょっと微妙ですけど、いわきよりはもう来て、福島第一原発のちょうど近くじゃないですか。部屋の明かりを落としてですね、外を見てみました。あの辺が多分その原発の作業とかしてるところなんでしょうね、多分。ちょっとさすがに暗すぎてわかりません。あ、ちなみに、なんで部屋を真っ暗にしてるのかというと、明るくしてると外に光が漏れてしまってね、もしかしたら夜間公開のご迷惑になるかもしれないので、まあ、このようにですね、落としているわけです。僕の顔見えますか。寝る前にお風呂も入ってきましょうね。このぐらいのサイズの部屋でシャワーつけるってのは大変だったでしょうね。水こぼれないのかな。これ、あ、すごいよく滑るな、カーテンレール。ちょっと注意しないとこっちがびちょびちょになりそうだな。お湯をひねる前に一応気をつけないとないっすね。なんか上にもう出るところがあってね、適当にひねったら上から冷たい水が降ってくるってこと、慣れないシャワーだとあるから。よし、はい、上がりました。もう曇っちゃってるかな。この濡れ具合分かりますかね。一応ちょっとこっちも濡れてはいるんですけど、まあほとんど来てない。こんなわずかな段差でもちゃんとカーテンをしていれば大丈夫なんですね。あ、ちなみにシャワーの水圧なんですけど、海外旅行とかしないとあんま経験ないと思うんですけどね、シャワーの水圧結構弱いことなんですけど、これめちゃくちゃシャワーの水圧強かったです。さっきちょっとまあ本気出してなかっただけだったみたい。今の方がよっぽどこっちまで濡れてきたな。さて、じゃああとは寝るだけ。いいね、すごくいいわ。あ、いいじゃないですか。まだ今からこの高校と灯って照明を消さないといけないですけど、明日まだ13時半まであるから、
ぐっすり眠れますね。でもなんだかんだ見る景色が多くて昼寝とかしないで起きちゃうんですよ。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今7時30分、ちょうど朝の船内放送が始まったところです。現在地は青森県八戸沖。寝不足解消のためにも9時のラストオーダーのギリギリまで朝ごはんは食べに行きませんでした。朝ごはんもバイキング、これはねカルピスがあったんです。カルピスと牛乳を混ぜたやつです。結構美味しいですよ。窓側の席に移動してきました。朝6時に起きた時はですね、1回起きたんですけども、もう景色も曇りまくっていて日の出も全然見えないというような感じだったんですが、今はいいですね。左手に見えているのは下北半島です。本州最北の地がここにあります。今こういう感じですね。かなり来てます。だからね、本当に寒くなりました。昨日出発した時は全然だったんですけれども、苫小牧ももう目前であと4時間ほどで着いてしまいます。ミスったんですよね。あの7時半にですね、反対側の苫小牧発大洗行きのサンフラワーとすれ違いをするんですけれども、それ見たかったんだけどね、こ う, うっかり寝てしまったんですよ。いや寝坊したんじゃなくて、あのそれを忘れて寝てしまってですね。いやーバカなことしたもんですよね。その代わりにイルカとかが見られるといいんですけど、漁船だなあれは。イルカとかクジラもねこの辺出るんですよ。冬でもいるのかな、もうちょっと暖かい方に移動してるのかな。目の前に見えてるあれは猿ヶ森砂丘じゃないですか。あれ日本で一番大きな砂丘なんですよね。あの鳥取砂丘が有名なんですけれども、鳥取砂丘はもう圧倒的に上回る、断然トップの日本で一番巨大な砂丘だそうです。下北半島の北部にですね延々と横たわっているこの砂丘は、立ち入りはなんかできるらしいんですけれども、ほとんどの場所は立ち入り禁止になっていて、陸上自衛隊がここで弾丸とかの発射訓練をやってるらしいですね。すごいな、全然終わらないですよ。あの辺で終わりみたいだな。あ、すいません、なんかね、防衛装備庁か、陸上自衛隊じゃなくて防衛装備庁ってのがあるんですね。さて外に出てきました。ここで本船の左舷側見えますね。すごい風だ。ちょっと寒すぎる。うわ、こういう風に壁があるところじゃないと風にものすごく煽られますね。結構ね、壁のあるなしによって風の影響の受け方は違います。見えました。向こうはねシルバーフェリー、本州と北海道を連絡する重要な航路の一つで、シルバーフェリーは1日に4便出てるかな。夜行便と深夜便と、それから日中でも運航してまして、船も4隻とか、かなりたくさん使っています。早いな、もう砂丘終わっちゃいましたよ。もう船がだいぶ高速で航行してるんですね。まあ45キロですから大体。そしてこれがですね、下北半島の端っこの部分。皆さんも日本地図でね、これがどこだっていうのをこう言われればわかるようなところですよ。ここです。わかりますね、このとんがった部分。ここに尻屋崎というんですけれども、臨時休業なんてことあんのか、灯台が、まあ、ともかくそれちょっと臨時休業なのかどうか知らないですけれども、あれが下北半島の右上の角っこ、シリア崎です。これから先は津軽海峡ということになるわけでしょ。本州はもう後ろに過ぎ去りました。あれが青森県、その陸地と反対側のこちらにはもう北海道が見えています。あの辺が恵山とかでいいんですかね。ちょうど北海道と青森県の中間の部分、津軽海峡の脇を航行しています。この本州ってのはすごく長い島ですからね、青森のもうここからずっと西まで行って関門海峡のところまで船が通れるような場所はありません。だからこの関門海峡と津軽海峡はそれぞれとても大切な船の通り道となっておりまして、実際ですね、あそこでもこのように貨物船が行き来しています。あれはどこへ行くやつなんですかね。日本の日本海側の港に行くやつなのかもしれないけれど、もしかすると韓国とかね、ロシアの港とかに行くやつなのかもしれません。この海峡を通ってですね、それでこの辺にこう行けるわけですよ。 AIS によりますと、これは
バルティックノースという名前の船で、釜山行きみたいですね。やっぱり日本に向かう船じゃないんだ。津軽海峡のど真ん中の部分は日本ではないということになっています。これは自主的にですね、日本がそこを領海に決めていないということをやっているんですけれども、本来であれば北海道と本州の間のこの部分、一応日本の領海として、全部もう外国の船舶は勝手に通っちゃいけませんよっていう風にはできるらしいんですが、まあ、ここを封じると、まあ、周りの人たちも大変だし、まあ、それから例えば核兵器を持ってきたアメリカ軍のですね、軍艦がここを通り抜けた時に日本の国内に核兵器が持ち込まれたという事実ができてしまうので、まあ、ここは日本じゃないとしているんじゃないかとかですね、いろいろな理由があるそうです。まあ、そういう風に考えられているそうです。その代わり日本ではないということになりますので、まあ、例えば北朝鮮のですね、核爆弾を積んだ軍艦が例えばここ通過したとかいうことがあっても、それも、まあ、今の状態であれば文句は言えないということになるみたいですね。一応ですね、陸地から20キロぐらいまでが本来領海とできる12海里の、海域になりますんで、まあ、これぐらいの範囲だったらもうほとんど全部をね、領海として実質日本だけで占有することもできるんですけれども、外国のために開けてあげています。まあ、一方でここからはですね、20、20というふうにこう離れてますから、現在地はここはもう完全に公海ですね。電波が弱くなってきましたね。まあ通信はできますけど、ほとんどの海域でインターネットできるらしいんですけども、やっぱりどうしても北海道に来ると本州とは地形が違うので、特に噴火湾のところとかこういうふうにですね、大きく陸上から離れていきます。これまではね、もうずっと本州のこう東側の海岸をずっと通ってくるだけだったから良かったんですが、さすがにこの辺りではしばらくネットもできなくなるようです。アンテナゼロになっちゃいましたね。じきに圏外になるでしょう。今航海中、一番海で陸地が遠いところを通っておりますが、ちょうどですね、苫小牧もあと2時間というところでまた来ました、川崎近海汽船のシルバーフェリー。これはシルバーエイトです。さっき一度行き違いましたが、あれと似たような系列の船です。苫小牧八戸間を走る重要な船、結構近くを通ってますね。青森と函館の間を結ぶ青函フェリーというのもあるんですが、青森函館間よりも八戸と苫小牧の間の方が、地図を見ていただけば分かりますが、結構距離が効率的に稼げるんですよね。あちらも長い船です。大きさはどっちの方が大きいんだろうな。なんでこの苫小牧と八戸の間にこういう航路があるのかと言いますと、青森県もまあ結構こう地形がまあ割と凸凹曲がりくねってまして、そして北海道に至っては函館と室蘭の間に噴火湾というのがあって、この噴火湾を大きくこうカーブしていかなければいけないので、まあ、距離がかなり無駄なんですよね。でそれに対してフェリーであれば苫小牧から八戸までこう1本で行けてしまうから、結構便利がいいということで、シルバーフェリーはこのように結構な活躍を見せているわけです。あれも見てもらうと分かりますが、もうほとんど車両後半ですよね。この部分に大量に積み込んで、お客さんが乗る部分はこの通りほんの少しとなっています。シルバーエイトも確か1万3000トンぐらいじゃなかったかな。あ、全然そんなことないわ。9483トンなので、まあ、向こうに比べてこっちの方がだいたい 1.4 倍ぐらい大きいです。全長もこちらがほぼ 200m に対してあちらが142ですね。まあ、フェリー単体の大きさで言えばね、シルバーフェリーの方が小さいということになるんですけれども、その代わり短い距離を頻繁に往復して大動脈を形成しています。もちろん商船三井フェリー乗船中のこの船もそうですよ。シルバーエイトの速力が 20.5 ノットだそうですが、こちらは24ノット。そして、まあ、北海道のこの辺りの海っていうのは結構ね、荒れたりとかすることも多いみたいで、状況によっては、その海の荒れによって、この船が遅れてしまうということも考えられるわけですよね。でも、この商船三井フェリーは、もう本当に高速が売りの船ですから、だからもしもね、遅れてしまうと、まあ、いろんなところにこう影響が来たすということで、スクリューをですね、ディーゼルエンジンで今、航行しているはずですけれども、まあ、今日もこのようにベタなぎですから、全然揺れてないんですけれども、しかし、もっとね、
海が荒れてて遅れそうだという時にはディーゼルエンジンとそれからさらに、電気の動力もプラスしてもうフルパワーでですねスクリューをブワーッと回して進んでいくそうです。ちょっと難しい話なんですけど、この船のスクリューはあのぐる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 っとこう、ま、回るような感じでこうやって後ろにねお水をこうかいて進んでいくわけなんですけれども、それが2つ装備されてるんですよ。で、普通にこうぐる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 って回すだけではなくて、もう1個のやつは逆向きに回転するようになっていて、片方が右回転だったらばもう片方が左回転になるようにですねなってますね。これを二重反転プロペラっていうらしいんですけれども、これやるとどういういいことがあるかっていうと、普通にぐるぐるぐるって回しているともちろんあの後ろにこう水をねこう送り出していってそれで船が進むんですが、まあ、どうしてもその回転運動をすることによって余計な、ところへエネルギーを使ってしまうと。でスクリューが2つあると無駄遣いしてしまったエネルギーを、逆回転のプロペラが、キャンセルしてくれてですね、無駄と無駄を相殺して、いい方向にね、正しい向きに、エネルギーを使うことができるんで相当効率がいいらしいです。午後1時56分発の北海道中央バスをご利用ください。中央バスに乗り換えればいいですね、港からね。苫小牧駅までは約15分、札幌駅まではおよそ1時間40分ほどでございます。わかりました。12時半まで最終到着の1時間前までレストラン営業までやってくれるというので、本場の讃岐うどんを使ってますよと書いてありました。鶏天うどんを食べます。500円だったかな、600円か、そんな値段しますよね。下船直前になれば結構お風呂も空いてくるでしょう。今から大浴場に入ります。下船の時まで入れるらしいんですよ。あ、でも意外といらっしゃいますね。当然ですが撮影はやめておきましょう。でね、風呂上がってさあどこかなと思ったらもうねちょうど今湾の中に入ってきたところみたいなんですよね。だいぶ速度も落ちています。お風呂に入ってる時はまだまだ早かったんですが、あれがタルマさんでいいのかな。さすが苫小牧工業都市、製紙業の町として知られます。煙突がたくさん立っている。どっかあの辺に JR 苫小牧駅もあるんじゃないのかな。苫小牧港というのはこういう風な変わった形をしていまして、奥の方までずっと四角くですね内陸に海を掘り込んだ港になっています。北海道の玄関としての地位が非常に高いのです。これどういうことかというと、地図で見ていただくと分かるんですが、こんな形で内陸部に思いっきり掘り込まれています。もともとは多分この辺のこの掘り込みはなかったでしょうね。でそれを掘り込んでこのように海が多少荒れてもですね外洋の波の影響を受けないような優れた港になったのです。波は極めて静か。到着時刻は13時30分だと言っていて、下船開始は13時40分という案内が出ていましたが、それよりは早まるんじゃないかなという気がしますけど、どうなんですかね。思っていたほど寒くはありませんが、まあ、お風呂上がりだからということもあるでしょう。ちょうど向こう側に夕方の出発を待つ本船と同じ、いやそれよりも少し大きいぐらいのですねフェリーが来ております。これは太平洋フェリー、名鉄グループ、以前ご紹介しました太平洋フェリーのこの船は北上です。北上は乗ったことがないですね。一番新しいやつで船内もかなり快適らしいです。苫小牧仙台間に就航しています。苫小牧は位置的に北海道の中心となるべくもう素晴らしい場所にありまして、海の面にしてですねすぐ近くには札幌、そして室蘭や函館方面にもアクセスは、まあ、悪くはありませんし、道東方面、帯広や釧路方面にも速やかに向かうことができます。本州方面との行き来をするのにここに港を作っておけばまず間違いはないということで、苫小牧は北海道で今やほとんど唯一の海の玄関口として発展しています。ここから内陸の方を見るとどこを見てもですね大型トラックやら貨物コンテナやら、物流の拠点として活躍していることがお分かりいただけるでしょう。また空の上には時たまジェット機の音も聞こえてきますが、すぐ近くに新千歳空港もあります。最新の船です。操船も速やか、今多分逆噴射みたいなことをやって勢いを落としているんでしょうね。そうじゃないと岸壁にぶつかっちゃいますから。勢いが弱まったからか噴射の勢いも
ほら静かになりました。これであとは微調整して岸につけるんでしょう。岸も大型船をつけるための設備ががっしり整っています。こんな風にね、立派な対衝撃用のゴムみたいなの取り付けて、ボーディングブリッジの規模もすごいです。こんなに長いのか。みんなでですね、持ってぐるぐる回って砂を手繰り寄せてきました。最後にこの商船三井フェリーを安く乗る方法についてですが、一番安くなるのはやっぱこれじゃないですかね。このパシフィックストーリーという切符がありまして、駅から駅まで1万1000円で行けるというものです。東京駅から、大洗の港のあたりまで行くバスに乗り、そして船に乗って苫小牧から札幌行きのバスに乗って全行程を1万1000円にしてくれます。バラで買うとね、1万5000円ぐらいになってしまうと思うんで、このパシフィックストーリーっていうのは安いですよ、これ結構。で、しかもこれのいいところは、この差額を払えばですね、上級船室に変更することもできるので、これ結構いいと思います。あとは往復フェリーで行く時間があれば、これ往復のフェリーと現地の宿泊込みでこういう風に安くなるプランがあったりとかですね、結構いろいろあって、だいぶ安く使えるんじゃないかなと思います。あとね、今回は一人で2名用の部屋を使ってるんで、まあ、1.7人分とかかな。ちょっと割増でお金を払っているんですよ。まあ、だからもったいないともったいないんですけど、実際今のシーズン、この和室は無理なんですけど、洋室とかだとね、二人用の部屋を一人で使えるキャンペーンをやってて、まあ、換算機なんでしょうね。詳しくは多分この、綿貫渡さんの動画を見ていただくのが一番早いと思うんですけども。僕もこれで知ったんですけど、公式サイトにも書いてあるっぽいんですが、どこにあるのか分かんなくてですね、苫小牧と大洗に商船三井フェリー広々越して1人分の料金で乗るというやつです。渡辺さんの動画で紹介されたのは、これはあれです。僕の今乗ってるのよりもさらに上のプレミアムというやつなんですけども、これでね、なんかこのベランダについてるらしいんですよ。で、その僕の今泊まってるよりもより良いやつが、今だとキャンペーンで2万2900円で泊まれるらしいんですね。で、僕の泊まってるやつはこれ今日2人分払った関係で2万6000円ぐらいかかっているので、僕のこの泊まっているクラスよりもさらに上のところに一人で泊まる場合は、安く行けてしまうというような状態にもなっております。そして苫小牧に降り立ちました。乗ったり降りたりする瞬間の映像がなんていつもないのかと思うかもしれないんですけども、あそこの上下線口ですね、掃除の方がなんかものすごい数ゾロゾロ乗り込んできたりとか、船内のなんか物の補充とかですかね、もうとにかく大勢の仕事の方がたくさん通るので、あんなところで立ち止まってね、撮影とかちょっとさすがにできないなみたいな感じなんですよね。後ろ側のハッチを開けたみたいで、荷物を取りに来たいトラクターヘッドが大勢ここで待機しています。苫小牧は内航貨物取扱いが日本一の港、貨物の国内線でここがトップということになっています。苫小牧に来たらばこれは見といた方がいいですよね。そろそろ日本語に変わると思いますけれども、出港の順序の案内表、鉄道の駅を思わせます。やっぱり旅が楽しくなりますよ、こういうの見ると。大洗では多分難しいんですが、苫小牧ならね、接岸している船の写真を岸壁から撮れるはずです。この入船公園というところですね。雪だらけですが、確かにいい感じだ。いいね、かっこいい。来てよかった。じゃあ、あと4分でバスが出るんで走って戻ります。結構ズボズボいっちゃうな。走ったら靴の中に雪が。苫小牧に着きました。ちなみに高速仕様のバスで来てまして、このままずっと乗っていけば札幌駅まで直接送ってくれます。JR 北海道の特急の方が所要時間は短いんですけれども、乗り換えの待ちの時間とかを考えると、この時間帯は特に直通の高速バスでそのまま札幌行ってしまった方が費用対効果が優れるでしょう。商船三井フェリーは北海道についてもまだ午後が今始まったばっかりですから、午後の観光を早速スタートできるのは楽しいところですね。それでは札幌方面への行き方については全部もう紹介したと思いますので、あとはですね、すみません、ちょっと僕今から別の用事ができまして、室蘭に向かうことになりましたので、ちょっとすみません急で申し訳ないんですけれども、動画はここまでにさせていただきたいと思います。最後にですね、この商船三井フェリーと JR 貨物を比べてみて、まあ、どんな風に、この2つが関係しているのかというのをね、知ってみようと思います。商船三井フェリーって基本は荷物を運ぶ船ですからね。で、東京からですね、札幌まで貨物を送るということで、想定してやってました。すみません、ちょっと札幌が小さくなってしまったんですけれども、
まあ、東京から札幌まで送るときにトラックで全部行くんじゃなくて、間に JR 貨物の鉄道を挟むか、もしくは大洗から苫小牧までの船の輸送を挟むかということです。でですね、実はこの動画の冒頭の部分で、隅田川の貨物駅というのが、東京から北海道に向かう貨物駅があるんですけど、そこから出発したですね、第3057列車、札幌貨物ターミナル行きというのがあったんです。これ覚えておいてくださいねと言ったやつがあったと思うんですけども、あれで行くとですね、隅田川から、札幌までが18時間17分かかります。隅田川駅を出発するのが17時2分で、札幌駅到着9時57分なんですけど、実際にはコンテナの引き渡しの締め切りがですね、16時で、引き渡し開始が10時17分なので、まあ、それで見ると18時17分ということになります。途中こういう風なね、遠回りのところとかも通るわけです。で、貨物駅まではトラックでコンテナを運んでいくということになります。まあ、東京の中心部からだいたい隅田川駅が30分ぐらい、札幌貨物ターミナル駅からまあ札幌の中心部までが30分ぐらいということで適当に計算してみました。で、一方でですね、船を使う場合どうなるかというと、東京からおよそ2時間ぐらい高速などを使って大洗の港まで行き、19時45分に出発するフェリーにその荷物をトレーラーから切り離して積み込んで、そして商船三井フェリーで17時4時間45分かけて苫小牧の港まで行き、到着が13時30分で、そこから苫小牧の港から札幌までまあだいたい1時間で行けるということで、1時間で行くと札幌に到着するということです。で、17時間45分なんですけど、実際にはこの荷物の積み込みの時間がどれぐらいかかるのかというのはちょっと僕わからないので、それについてはプラスアルファということでここで雑にやってしまいました。多分13時30分とかに苫小牧の港に着いてですぐ荷物取り出せるわけじゃないし、19時45分の出港の時間にいきなりトレーラーで到着して、はい今すぐ積んで出港ってできるわけじゃないから、まあアルファの部分が1時間とか2時間とか多分かかるんじゃないかなと思うんですけどね。少なくともね、もっとかかるかもしれませんよね。で、最終的にですね、比べてみますと、所要時間の面だけで言うと、JR 貨物の一番早い列車を乗り継いで行った場合に、東京札幌間が19時間17分ぐらい。で、商船三井フェリーで行った場合、これが20時間45分プラスアルファで、かかるということで、まあ、若干ね、鉄道の方が早いんですけど、まあ、しかし船の方が、コスト面で優位であったりとか、まあ、港のところで運べるのはこうだとか、トレーラーは運べるのはこうだ、どうだとか、JR 貨物はコンテナ単位になるから輸送単位が、小さいのがメリットでありデメリットだとかですね。まあ、いろいろあると思うんですけれども、この二つを通じてですね、モーダルシフトというふうに言いまして、街の中心部からそれぞれのこの港なり貨物ターミナルのところまでをトラックで運んで、もしくはトレーラーで運んで、そこでまた目的の街までは船なり鉄道なりで運んでいって、最終的に着いたその目的のターミナルもしくは港からまたトラックトレーラーで最終の地点に運んでいくというのが今の流れなんですよみたいなのですね、知っていただくのも面白いかなと思いました。まあ多分この3分半の喋ってる間にもう飽きちゃって見てないという方も多いと思うんですけれども、まあ最後までわざわざ見てくださった皆さん誠にありがとうございます。ちなみに JR 貨物としてはですね、船よりも環境面で、優位に立っているので、やはりそこがJR 貨物としての強みであると。で、環境にいいということで、多分国からの補助金とかそういうのでですね、優位に立てたりという面もあるのではないかななんてこともね、感じているところでございます。船はもうまっすぐですからね、地形と関係しないっていうのが有利ですよね。というわけで、商船三井フェリーでも早い、ものを運行したりしていたわけでした。じゃあすいません、どうもありがとうございました。皆さん、見てください、この真っ黒いおそば。これはですね、JR 北海道の宗谷本線の音威熱府の駅で出されていたのと全く同じ、日本で唯一の黒いおそばです。かつて、音威熱府の駅に鉄道マニアの間で非常によく知られたおそば屋さんがあったんですけども、今年店主の方が亡くなってしまいまして、ついに閉店してしまいました。ところが一方ですね、2019年からこの東京四ツ谷に音威熱府東京さんというのを、音威熱府の黒いおそばを出してくれるお店がついにオープンしまして、実は今東京でも食べることができております。こちら店主の鈴木さんです。よろしくお願いします。お願いします。鈴木さん、音威熱府のおそばを初めて食べられた時いかがでしたか？もう衝撃でした。いや、そうなんですよ。はい、真っ黒いおそばで、とっても太くて香りも強くて、そう、こんなおそばを食べたことなかったです。そう、という非常に珍しいものがこの東京四ツ谷でも食べられますので、皆さんよろしくお願いします。